えー、こんにちは、塾のうですすメッセージありがとうございます今回のこの動画はですね、まあ、ある方からのダイレクトメッセージについての返信になります。この返信をですね、とりあえず一般公開してみようかなってところなんで、もしかしたら多くの方には何の残っちゃになるかもしれませんよね。で、えー、まあ,あの趣旨としてはね、まあ、私のいろいろと動画の中でお話しすることがありますけども、ビジネスのこととかね、それから投資のこととか、 まあ全部が全部うまくいくものではないのはこれは当然なんで受け取った人がどれを選択するのかってことがすごく大事なんですよ例えば私がね FX で儲かりますよって言うじゃないですか私が儲かってるからお話するんですけどもじゃあみんなが儲けれますかってことなんですよ、ね、やっぱりそれなりの段取りを踏まないと儲けられないですよねそれからねネットワークビジネスも私紹介することがありますけどもあの口コミビジネスネットワークビジネスっていうのは人間関係のビジネスなんですよ だから、紹介が出せる人はやればいいんですよ。紹介が難しい人は自己資金積むことになっちゃいますから、例えばね、あの、アムウェイじゃないですけども、ポジションのために鍋を買い込んだりとか、まあ、いろんなものをたくさん在庫に変えることになっちゃうでしょ。でも本来、在庫を変えてポジションを取るんじゃなくて、ボーナスを取るんじゃなくて、あのー、やっぱり商品をね、例えば、1000円、2000円っていうのを人に売っていって、その信頼で自分のポジションってできるもんだと思うんですよ。だからやっぱりね、 商品を紹介するとか人を紹介するとか会社を紹介するとかうんだから紹介するのが上手だとネットワークビジネスってのはうまくいくんですよでこれちょっとね一部の方には厳しいかもしれませんけども信頼関係を作るのが上手だと紹介って起きるんですよでも信頼関係を作るのがあんまり上手じゃないとね紹介がしにくいんですよこれに尽きるんですよねだから人間関係ビジネスなんですねですんで 紹介が上手な人はネットワークビジネスはうまくいくんですけども、ネットワークビジネスで知り合った人間関係をも、また新しいビジネスへの,おの紹介っていうんですか、渡りになると思うんですよね。うん、だからね、やっぱね、私は思うんですけども、あのー、まあ、発信することが、まあ、癖になってるっていうかね、当たり前になっていくってことがビジネスの基本だと思うんですよ。 特に今みたいな時代になったらね、インターネットの時代になったら。で、私が勧めるのは、とにかく自己表現すること。YouTube が一番おすすめですけども、YouTube がどうもなあと思う方はブログでいいじゃないですか。そういうことを繰り返すことによって、読者さんを一人でも二人でも集めていくところに、ネットワークビジネスの商品を紹介する、その関係性ができると思うんですよね。で、投資事とか、ビジネスとか、結局は、 自分の力量自体なんですよね。何を選ぶのかも力量いつまでやるのかも力量儲かってるうちにやめるのも力量深追いをして手傷を負うのもこれも力量なんですよね、まあ、ですのでどんなね情報も鮮度がありますどん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 情報の鮮度は悪くなって腐っていくんですよ基本的に回復することはありませんですので飛び込んだら利益を得てすぐに撤退だから私は4原則を設けてるんですよねいつまでにいくら設けたいのかってことと どのぐらいのダメージだったら共有できるのかでどのぐらいの資金までだったら突っ込めるのかこれをちゃんと決めた上で投資でもネットワークビジネスでもビジネスでもやればいいと思うんですよこういうのを決めてなければそれこそねあのー、無軌道にただやってるだけギャンブルになっちゃいますから私は即果塾というカリキュラムの中でこの辺も繰り返し繰り返しねお話してきましたで長年私が進めてきた あの、J を頭にする、そういうビジネスもありますけども、やっぱりね、余剰資金でやることっていうのは大前提だったと思うんですよ。余剰資金っていうのは、10秒後になくなってもいいお金のことですよね。でもなぜかね、私が頼んでもないのに、何百万みたいな金額行く人がね、やっぱりたくさんいたんですよね。で、そういう方が、今みたいな状態になって、あの、情報ないですかとか、これどうなるんでしょうかうん、回復するんでしょうか返礼金はとか言いますけども、私もね、 精一杯サポートしてるじゃないですかこれねでも私がサポートするできるのも単なる公式サイトを見てそっからの情報でお話してるだけなんでだから見えてる情報一緒なんですよ、うん、だからお金に真剣になるってことはどういうことかっていうと自分でどのぐらい情報を取って解釈を成り立たしていけるかなっていうことだと思うんですよねうーん、まあ、ですんであの乗っかってもらえる利益を望むなら 乗っかっかたものが、ね、沈没して利益を不意にするってことも覚悟になっちゃいますんで私は乗っからずにできれば乗っからずに自分の力でお金に変えていこうかなと思いますしその一つが紹介を出せるような自分になっていくこととあとはきちんとね誠実にサポートをやっていくこと少なくとも1年2年とかね、あのー、2019年に例の検定止まってもう2年ぐらいになると思うんですけども私ずっとサポートの。 連絡をししし続けててますす動画更新をしてると思うんですよ、うん、だからこれがやっぱりこうビジネスをやめないってことなんじゃないかなと思うんですよね状況苦しいんですけども苦しいからこそ最善尽くさないとっていうのが私のまたねっか塾の教えでもありますからね最悪の時だからこそ最善を尽くせと言ってます待つだけってのはまあ言ってみれば何もやってないってことになりますからあのそれをね一方的に否定することにはならないんですけどもあの状態の改善を望むなら 私ぐらい動いてる人が一人でも多くお金のことを真剣に考えて返礼金を本当にね確保したいと思うんだったら私ぐらい動く人がたくさんいてくれればそれこそ解決は早いと思うんですけどねでもなぜかね自分のお金なのに自分で何とかしようっていうふうに行動したりは私の目から見えてあんまりないのかなと思っちゃいますで持続化給付金などね今月今年に入って月次支援金とかっていうのもあります これもちゃんと活用すれば毎月20万入ってくるわけなんですよで、昨年の持続化給付金では200万円、ね、今年は毎月20万、うん、結構なインパクトだと思うんですよビジネスがうまくいかなくなっちゃったのを補填してくれるっていう風にね言ってくれてるわけですからじゃあ補填してもらいましょうって話になりますしその進捗もずっと動画でお話してきましたからその取るにやった人はね、少しでも取り戻せてるってことになりますまあ、少しでもって言ってもね 何十万何百万の位で取り戻してるんで、もうほとんど傷は癒えてるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、そんなとこですか。はい、えー。損した方もいると思いますよ。確かに。ビジネスですから。みんなが儲かる形っていうのは、それ取れないんですよ。情報がどんなに素晴らしいものでも、その情報の使いこなし方が悪ければ、やっぱりね、あの、暴れ馬に乗って落馬して骨折するわけなんですよ。でも、ちゃんと暴れ馬を乗りこなしてね、手綱が引ければ、ずーっと向こうまで走っていくことができますし、誰よりも早く、 安全に走るることができるんできんすよ、うん、まああのー、これから紹介する案件はあのー、こう書いてますね「あまり無謀な案件は紹介されないと思います」って書いてますけどもこの無謀かどうかっていうのも結局は人によよるんですよね私は紹介した全ての案件でプラスにしてるとは言いませんけどもトータルでは結局プラスになってるんですよ。いろんなビジネスを取り組んできて損するものもあって得するものもある。で 掃除で合計でどうなのかって言ったら私は常にそれでプラスになってるんですよ。だから一点集中も結構危ないと。最初は一点集中でやるんですけども、でもダメージがある一点集中はしないですよね。ブログをたくさん作るっていう一点集中は損がないですよね。YouTube をたくさんやるっていう一点集中も損がないですよね。そうやって一点集中しても、それがポキッと折れてもね、収入にダメージがないやつから始めていって、 元手がか,かからずにそうやって収入にダメージがないものが副収入になりだしたらその副収入のお金を持って元本保証のないいい世界に飛び込んででくっていう順番ですこれをやっぱね何か,、ね、かの案件にいきなり何十万何百万突っ込んでそれが飛んだらお金がなくなっちゃったみたいなねお金がなくなるんだけども何かを一生懸命やってきたわけじゃないから経験も残らないみたいなね それはすごく避ければならななないいとところかなと思いますけどもなぜか多くの方はこの私とは逆目をいくんですよなぜかなぜかリスクの高いところから飛び込んじゃうんですよ私にはとてもできませんそういうのは <laughs> やっぱり訳のわかんないものに10万でも20万でも失うのは怖いですからねだから私の場合はあのビジネスで作り出した余剰資金でもってその余剰資金で挑戦するってことをずっとこれからもやっていきますそのための情報発信もこれからもねしていきますんでねあの なるべく損したくないと得だけしたい方は今私が言ったことを守ればいいんじゃないかなと思いますだからあのまあ J のやつはねあの例の件に関しましては私にも同じ現象が起きてるわけですよみんな同じ現象が起きてるんですよでも私は損にしてないんですよこれでもで結局それでも得してるわけですよそこが資産を構築できるか一方的に失ってしまうかの差だと思いますし どこまで真剣にお金に向き合っていけるかお金のために行動してるかってことが結果となってあられるのかなっていう気がするんですけどもね <laughs> はい、えー、ちょっと気を悪くされるかもしれませんけども全ては自分から始まることなんじゃないかなっていうふうなのでビジネスと投資の世界ができてるっていことでございますうんでカルダノにつきましてはねステーキングできてよかったでしょだからこれもリスクがないと思ってやるんじゃなくて 明日これががパーにななったららどううしよよ。と思いながらやるわけですよ私の体のもう、明日これがなくなったらどうしようかなと思いながらやってるから私の行動量っていうのは落ちないわけなんですよねだからいくつになっても有頂天になることもうかになることはないというのが、はい、私の考え方でございます <laughs> えー、お忙しい中メッセージありがとうございましたそれではまたお会いしましょう